スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、関心の未来へのチャレンジ。皆さんこんにちは。いつもスモールさんインターネットラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。毎月第1火曜日は第一勧業信用組合が関心の未来へのチャレンジをご提供します。本日は第40回目の放送で、第一勧業信用組合理事長新田信之とゲストに株式会社ウィズグリーン代表取締役竹文智博様をお迎えして、会社設立の経緯や事業内容についてお話を伺ってまいりたいと思います。本日のアシスタントは私、第一勧業信用組合松本みどりが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、第一勧業信用組合の理事長の新田です。今日は、健康的なお話を伺えると思いますよ。ウィズグリーンの、社長、竹文さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい。じゃあまず、竹文さんの方からどうですか、ちょっと自己紹介。はい、はい、皆さんはじめまして、ウィズグリーンの竹文智博と申します、はい。このウィズグリーンっていうですね、サラダボール専門店を2016年の5月に神楽坂で創業いたしまして、はい、今約3年ぐらい経ったんですけれども、はい、7店舗を都市圏を中心に展開しているといったこと、形でしております、はい。でサラダボール自体はサラダの中にお肉だったり玄米を混ぜて一食として、はい、満足できるようなサラダを提供するといった形でやっております、はいはい。もうあれだね、まあ、早かったというかね、はい、神楽坂から始まって、はい、もう7店舗目、今7店舗になりました、順調ですね今のところは、はい、はい。どうですか、最初に、お客さんの反応だとか、まあ、神楽坂、私どもも、支店があるところで大変好きな町なんだけども、はいはい。やっぱり初め神楽坂にしたのは、はい、食の町としてすごく知られているエリアですし、はい、ここから創業できるっていうのはすごくいいなと思って創業したんですけれども、はい、初めはですね、店舗が2階ということもあってですね、入り口がすごく狭かったんですよ、はい。なので本当にお客様に来ていただけるのかなと思って、はい、すごく不安でしたね、オープン当初は、はいはい。まあ、でも順調にね、はい。でちょっと遡るとあれなんですよね、社長もともと野村証券に入ったんでしょ、はい、勤めてました、はい。ちょっとその辺もいかがですか。あ、はい、はい、大学の頃から何かしら自分で事業をしたいとか、はい、創業をしたいっていうのがあったんですけども、うん、やはりその時にじゃあ、これをするっていうことが決まっていなかったので、はい、まあ、まずはそういったじゃあ会社を作ることであったり、お金のことであったり、うん、勉強できる場所に就職しようということで、はい、まあ野村証券、まあ、証券会社に、ね、はい、で日本株のところで勉強いただけたので、はい、そこに行こうということになりました、はい。でなんか伺ったら、その退職してから世界周旅行されたんですか。そうですね、はい、はい。いくつぐらいで退職されたの。30で退職しました。大体30ぐらいでっていう気持ちがあったんですか。そうですね、もうあの時は言えなかったんですけれども、はい、まあ、そういう会社に入った時から30で一度金融業界っていうのを卒業して、はい、次のステップに進みたいなっていう気持ちはありました、はい。その退職した時はこういうサラダボールみたいなことをやろうっていうのはもうある程度持ってたんですか。いや、持ってなかったですね。あの30で辞めた時にはまだ何も決まってなくてですね、はい、でもう一つだけ決めたのが、2年後に、うん、まあ、30で辞めたので32歳になった時に何かを始めるっていうことだけは決めて、でいろいろといろいろベンチャーのお手伝いをしたりとか、はい、本を読んだりとかして、自分としてどういうことで創業したいのかっていうことを考えてました。でその一環としてのあれですか、世界一周旅行ですか。そうですね、大きく食でやりたいっていうことが初めの1年かけて見つかってきたので、はい、でその後の1年かけてじゃあ世界で食の事業をしたいっていう思いもありましたし、日本で今のサラダ事業をしたいっていう思いもあったので、まあ、世界中のサラダ店を見たりとか世界中の食の状況を見たりしたいっていうことで世界一周に行きました。
はい、で どうでした世界一周しながらこう感じたこととかっていうのは。あのすごく楽しかったですし、今回の世界一周って食っていうテーマが自分の中であったんですよね、それがやっぱすごく面白くて、はい、その例えばアメリカに行った時にはアメリカの現地食、例えばハンバーガーだったりピザっていうものも食べましたし、はい、であと必ず日本の食がどうなっているのか、アメリカにおける日本レストランがどうなっているかっていうのも見ましたし、 あとはファーマーズマーケットだったり市場っていうのにも行くようにしたので、はい、でこの食をテーマにしたことによって出会えるものっていうのは多かったかなと思います。ああそうですか、はい、ありがとうございます。じゃあここでねちょっと CM 挟んで、いよいよ会社の立ち上げのあたりからお話を伺っていきたいと思います。はい、きれい、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まい作りのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。関心の未来へのチャレンジ。はい、それではまずはじめにウィズグリーンさんの設立の経緯、取扱い商品、事業内容等について詳しくお話をお伺いできますか。はい、お願いします、はい、最初からサラダをやろうって感じだったんですか。そうですね、もう日本でこの事業をやりたいって思った時には、はい、もうこのサラダの事業をしたいっていう思いはありました。あ、はい、サラダって言ってもいろんな出し方があるでしょう、はい、まあ、あのこの辺っていうのはこういうのって海外にも結構あるんですか。はい、あの、はい、私が実は証券時代で5年間勤めていたんですけれども、後半2年間アメリカのニューヨークの方で勤めてまして、その時によく食べていたんですね。で日本ではサラダをどちらかというと副菜、サブで食べるっていうことが多いと思うんですけれども、向こうに行った時にですね、チーム10人中5人がサラダをこうメインにもうむしゃむしゃ食べてるっていう状況があったので、あ、これなんだろうって思って自分も試してみて知ったっていう形ですね。あ、そうなんだ、はい、アメリカって結構そんな食べ方なんですか。アメリカではすごく多くの方がサラダをメインに、サラダのみっていう方が多いですね。あ、そうなんだ、はい、それでもあんな太っちゃうのかね、はい、あの逆にでも都市圏の人は結構細い方も多いです、うん、あのこのサラダをメインで食べるっていうのは結構まあニューヨークだったりサンフランシスコだったりロサンゼルスだったり、はい、都市圏の方が多い気がしますね。日本ではあんまり見かけない。日本ではあまり見かけないです ね、 そうですね、最近増えてきたと思いますけど。ヨーロッパでもあるの、こういうの。ヨーロッパでもあります。あ、そうですか、はい、アメリカほどは、多い印象はないですけれども、はい、いくつかあるなっていうふうには世界一周回ってと思いました。あ、はい、で、まあ、世界一周終わって日本で、はい、じゃあいよいよ神楽坂で行くぞと、はい、最初からもう神楽坂だったの。いや、いろんなところを探したんですけれども、やっぱり今後その創業するときにどこの駅でもあるような、うん、気軽にサラダがどこでも食べれるようなブランドを作りたいと思っていまして、はい、で初めの場所ってすごく大切だなと思って、うん、いろんなところを歩き回って探したんですけれども、まあ、食の街神楽坂から始まるのはとてもいいなと思ってそこを選んだっていうのがあります。いや、嬉しいですね。私も神楽坂大好きなんで。いや、すごくいいですよね。このウィズグリーンっていう名前もすぐスッと決まったんですか。これも世界一周中にずっと考えていて、はい、サラダ店をするときにどういう名前がいいだろうと。でも半年から1年ぐらいやっぱりかかりましたね、この名前が出てくるまでは。ああ、そうですか。はい。はい、で最初弟さんと2人で始めた。はい、はい、そうです。はい。弟さんも、ね、一緒に意気投合したいですか。はい、そうです。あの私が食の事業を何かやりたいって言った時に、彼も一緒にやりたいって言ってくれて、で日本でサラダ事業をしようって言った時に彼も一緒にしようって言ってくれたので、じゃあ一緒に創業しようっていうことで始めました。あ、そうですか。はい、まあ、いろいろご苦労あったと思うんだけども、
例えばどうですかね、その野菜の仕入れとかどこからどういうものを選んでって、この辺はどうだったんですか。いや、初めはやはり飲食というところの経験がなかったので、どうすればいいんだろうっていうことで、まあ、生産者の方にもいろいろ回りましたし、はい、まあ、野菜の八百屋さんだったり豚屋さんも回りましたし、うん、そのあたりは初めこういろいろなつながりを作るのには苦労しましたね。やっぱり実際にこう農家の方のとこ回って、はい、こういうことやるんで、はい、っていうことを説明してたんですか。ほぼ毎月行ってました。毎週のように創業の頃は行ってましたね。結構みんなそれでも温かく対応してくれました。何しに来たんだよって感じもあるの。いや、もうこれは農家さんによって基本的には温かく迎えていただけるんですけれども、はい、じゃあでも実際に取引をするとなると、うん、流通の問題だったりとか、はい、発注をどうするかっていう問題も結構出てきまして、はい、じゃあ簡単に取引までつながるものではないなっていうのを非常に感じました。なるほど、はい、でもその中でも若い農家の方、はい、20代30代の農家の方はすごく積極的に応援するよっていうふうに言っていただきましたね。そうですか。今でもですか、そういう、まあ、友達というか、はい、いい仲間が農家の方で人脈というか、はいはい、そうですね、まあ、農業体験も含めていろいろな生産者の方とも取引してますし、はい、私自身もよく会いに行ったりとか、はい、チャットワークだったりフェイスブックでメッセージを取ったりはしてますね、はい、あ、そうですか、はいはい、でいよいよ神楽坂でオープン、はい、すぐお客さんはあれですか、増えてったの。ありがたいことにサラダをメインに食べるっていう食文化日本でなかったので、うん、どうなるかなと思ってたんですけれども、オープンして本当に多くのお客様に初めから入っていただいて、はい、もちろん少し3ヶ月ぐらい経った時に一時期やっぱりお客様が減る時もあったんですけれども、まだそこからも徐々に徐々に本当お客様が増えていったっていう感じがしてます。あ、そうですか。メインなのはどう、若い女性、どういったお客さんが多いの。やっぱ出店の場所にもよるんですけれども、やっぱり20代から40代の女性が非常にお客様としては多いかなと感じています。その方が7割から8割ぐらいで、逆に男性も2割から3割ぐらいは来ていただいてるっていうのはありますね。そうですか、はい、私みたいなデブなおっさんはあんまりいないのかな。ぜひ来ていただけない、でも結構やっぱ男性の方でも、で私がそのアメリカにいて食べてて思ったんですけど、サラダって習慣化するんですよ、うん、はい、食べ始めると本当週1回週2回食べていただけるお客様がすごく多くて、あ、ここまで習慣化してくると本当に、あ、よく見るお客様がまたいらっしゃったということはよくありますね。へ、はい、昼夜どちらも両方、どちらもいらっしゃいます。昼はいいけど、なんか夜サラダだけってなんか寂しい気がするけど、でもどサラダの中にはお肉だったり玄米も入っているので、結構しっかり満足していただけるのかなと、はい、あとはもちろん接待だったり会食がある時はいいんですけれども、うん、夜遅くなってあまり思ったいものが食べたくない時、あ、それはすごくわかる、はい、もう9時になって、はい、あまりこれからラーメンも食べたくないっていうタイミングで使っていただけるお客様も多いかなと。それはありがたいね、はい、よくね、立食パーティーなんかでね、中途半端につまんでるけどやっぱちょっとね物足りないなとか、はい、あ、そういう時って嬉しいね、はい、最後にちょっとお持ち帰りもできるので買っていって家で食べるとかっていうのもしていただいてますね。サラダでお酒とかはどうなの。サラダで私たちはお酒は今ほとんど出してないよね、はい、ですけれども、まあ、白ワインだったりスパークリングは合うんじゃないのかなって思ってますね。なるほど、はい、はい、それでじゃあ、まあ、いよいよ神楽坂も大体なんとなく軌道に乗ってきたなと、はい、じゃあ次どうしようか。あれはどれくらい、2カ店目っていつぐらいでしたっけ、その後。2016年の5月に神楽坂を1店舗目出して、はい、2店舗目がマロニエゲート銀座、昔のプランタン銀座に出したんですけど、はい、それが2017年の3月、あ、なので約8、9ヶ月後ぐらいに出店したような感じです。結構早かったんだね。はい、意外に早かったですね。またね、これもいかにもっていう場所なんだけども、はい、もういきなり2カ店舗で銀座、ね、2カ店目で銀座上陸ってすごいなと思ったんだけど、いや本当にいろんな縁をつないでくださる方がいて、はい、でマロニエゲート銀座さんとお話しすることができて、うん、でマロニエゲート銀座さんもその健康だったりとか、はい、そういうものを意識した食のフロアを作りたいなるほど、コンセプトだったので、私たちのウィズグリーンとすごくマッチして出店が決まったっていうのがあります。はあ、
まあ、あの辺そうだね、なんとなく、ファッショナブルな若い女性がこうねうろうろしてる感じあるよね。いや本当そうですよ ね、 ね、多いですよね、はい、特に先ほど言った20代から40代の女性がかなり多くいらっしゃるエリアだなっていうのは感じてますね。松本さんどう？いやもうぜひ行きたいです。行きたい、ぜひ来てください。近場の池袋あたりに、ね、池袋にも出店できるように頑張りますので、はい、でもこう見ると北千住とかこういろんな場所に散らばってありますよね。はい、そうですね、まあ、都市圏横浜ジョイナスの中にも今出店してますし、ね、都市圏というエリアであれば、うん、本当にサラダのニーズというのはあるのかなというのは感じてます、うん。そうするとだんだんほら社員さんも店が増えれば増えてきますよね。はい、増えてきてます。この辺は採用って比較的順調にいったんですか？ですね、ありがたいことにやっぱりサラダっていう業態なので、はい、アルバイトの応募だったりとか社員の応募っていうのは比較的、まあ、飲食業界でかなり苦労すると言われてますけれども、うん、応募はしていただいているのかなっていうのは感じてます。あ、そうだね、なんかそうかもしれないね。中華料理で脂っこいよりサラダの方があるかもしれない、ね、それはあるかもしれないですね。でもやっぱりじゃあ採用をして一緒に働けるっていうのはいいんですけれども、うん、やっぱその後の育成のところは今後きちんと私たちとしても力を入れていかないと、はい、やっぱりここで成長することができるって、うん、一緒に働く人にも思ってもらわないといけないなっていうのはそういう感じてます ね、 ね、はいはい、ありがとうございます。じゃあこの辺であのコマーシャル入れて、じゃあそういった今後のね夢をコマーシャルの後また聞かせてください。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。関心の未来へのチャレンジ。はい、それでは今後の展望をお伺いしてもよろしいでしょうか？あれでしょう、どんどんお店を、ね、さらに広げて、はい、そうですね、やっぱ創業の時から本当に都市圏の主要な駅ではどこでも気軽にサラダを食べれるような、はい、あの場所を作りたいと思ったので、今後も展開していきたいなっていうのは思ってます、はい。目指せ50から100店舗、50、100、はい、目指せ100店舗、はい、いいです ね、 ですね。 まずイメージは首都圏、まずは首都圏だと思いますけれども、はいはい、関西だったり中京だったりっていうあの都市部でも全然ニーズがあるのかなって思ってますね。 はい、あんまり同じようなお店ってないかな。まだまだ、うん、今最近サラダの専門店っていうのはいろいろなところで生まれてきているんですけれども、はい、まあ、サラダ専門店って言われた時にこうすぐに思い浮かぶようなブランドはないかなっていうふうに思ってます。そうだよね、はい、いやパッと思いつかないなと思って、はい、今あの皆さん私ねこのサラダのねメニュー見てるんですけども10個わわっと並んでるんだけど、はい、これ最初からやっぱり これぐらいのラインナップだったんですか？メニューは初めは、でも初めから10種類ぐらいで、基本的には8種類メインのものと、やっぱり季節を感じるものがあるので2種類ほどシーズナルのメニューを入れてますね。あ、なるほど。店によってやっぱりこの売り人気商品って変わったりするんですか？地域とかみんな一緒かね。基本的にはでも人気が出る商品っていうのはどのエリアでも、今だったらハーブチキンと彩り野菜のサラダっていうのが人気ナンバーワンって書いてあるね。人気ナンバーワンなんですけど、これは本当に多くのお客様から愛されてるなっていうのは感じますね。ヘルシーだよね。221キロカロリーだもんね。そうなんです。でもチキンが結構たくさんあってね、はい、なんか食べでありそうだよねこうやって見ると。そうです。本当に初めはサラダだけでお腹いっぱいになるのって思われる方結構いらっしゃるんですけれども、はい、やっぱお肉だったり玄米も入っているので食べた後は、はい、あ、結構お腹いっぱいになるねって言ってくださるお客様はやっぱ多いですね。ついついカロリーが多い方に目がいっちゃうんだけどね
あの低温ローストポークのサラダって美味しそうだな、はい、もうこれは創業以来ずっと人気があるメニュー、はい、特に男の方も男性の方もすごく満足できるメニューじゃないのかなっていうのは思ってますね。まあでも340キロカロリーですからね。でこれでドレッシングを入れたとしても500キロカロリーいくかいかないかぐらいなので、はい、かなり本当にカロリーは抑えれるんじゃないかなと思ってます。いや本当あれですよね、あのなんかちょっと中途半端な時夜9時ぐらいとかね、うん、あのなんかこのまま寝るの嫌だけどもここでラーメン餃子行ったらドツボだなとか思う時ねちょっと牛丼やめようかなとかそういう時いいねこれね。そうなんですよね、はい、意外に なのでやっぱりお昼がメインかなと思ってたんですけれども、うんはい、オープンしてから思ったのが夜食べてくださる方も結構いらっしゃるなっていうのは感じてますね。ああそうですか。いやいや、で、あのあでしょ、あの実際にこう農業体験みたいなね、あの生産者のところに、この辺はですか、あの農家の訪問とかっていうのはどんな感じで、はい、あの創業の時に、はい、2つ大きな思いがあって、1つは健康的な食を提供したいと、あともう1つが、はい、日本の生産者を大切にしたサラダ専門店を作りたいっていうのがあったんですね。なので海外のサラダ専門店というよりも日本のサラダ専門店を作りたいっていうのがあって、はい、うん、それはその生産者の物語だったりとかそういうものを伝えられる存在に将来的にはなっていきたいっていう思いはあります、はい、だからこそ一緒に働くアルバイト社員のことをパートナーって呼んでるんですけど、はい、パートナーの方に農業体験に一緒に行って、うん、はい、今年で言うとズッキーニを一緒に育ててっていうことはしたりしましたね。あ、そうですか、はい、パートナー、まあ、社員さんも喜ぶでしょうね。ものすごい楽しみにしてくれてますね。いや今写真見てるんですけども、はい、なんか楽しそうだね。めちゃめちゃ楽しいです、はい、はお客さんなんかもお連れしたりすることあるの？これからかな、これからですね、はい、あのお客様にも広げていくことができればなっていうのは思ってますね、将来的には。あ、お持ち帰りもできるんでしょ？そうです。実際にお客様の半分ほどがお持ち帰り、はい、テイクアウトで食べられるお客様っていうのはすごく多いですね。女子が夜あれかね買ってどうすんの？これでも一つだと寂しいからやっぱり見え張って二つ買うの？一、ね、つで十分。いやよくいるじゃん。私だったら二つ食べちゃう。あの一人暮らしだと思われたくないから二人分買っちゃうって言わない、そういうの。でもランチの時間も結構、うん、ランチの時間が限られてる方って多いと思うんですよね、はい、結構1時間しかなくてレストランでゆっくり食べる時間がないと、はい、だったらもうテイクアウトして会社のデスクだったり会社の中にあるカフェテリアで食べたいってお客様って結構多くて、ね、あそうだよね、その時に本当にテイクアウトだけだったら5分10分でテイクアウトできて、あとはもうゆっくりデスクだったりカフェテリアで食べられるので、そういったニーズもすごくありますね。なるほど。なんかサイドメニューの日替わりスープも美味しそうだなと思って見てる。これもやっぱり野菜をふんだんに使ったスープ、はい、あの私たちの商品開発担当がいろいろ考えてくれているので、はい、結構優しくて美味しいっていう声はいただいてますね。あとドレッシングもたくさんあるんですね、これね、はい、ドレッシング今十何種類。そうですね、はい、これ徐々に増えていったの？そうです、これは徐々に増えていきましたね。初めはある程度絞って、8種類ぐらいだったと思うんですけど、はい、でもこれ美味しいよねっていうことをいろいろ開発したりとか見つけてきたりして増えていってるっていうのはありますね、はい、インバウンドなんかどうなんだろうね、外人さん来た時喜ぶんじゃないかね、こういうお店あると。海外のお客様も多いですね。で自分たちのパートナーも海外のパートスタッフ結構いますし。ああそうですか、はい、そうなんです。でやっぱり私がそのアメリカに行った時の友人がですね、日本に来た時によく聞かれるのが、はい、日本でサラダを食べれる場所があまりないっていうふうに。なるほど、まあ、ベジタリアンの人だったり言われることが多くて、うん、確かにないんですよね、日本っていうのはあまりそういうのが食べれる場所が、はい、なのでこのサラダ専門店っていうのは海外のベジタリアンビーガンの方にとってもすごく、うん、重宝されるのかなっていうのは思います。そうだね、意外とそうなんだよね、日本って食が豊かなんだけども、そういう方向けのっていうとそこでパタッと思い浮かばなくなっちゃうんだよね。そうです、
はい、結構そこのところがね、日本って宗教上の理由だったり禁止されることってあまりないんですけれども、うん、はい、やっぱり海外って結構そういうのが多いので、今後やっぱりインバウンドの需要だったり海外の旅行者訪問者増えてくると思うので、はい、そこにはきちんと対応していきたいなっていうのは思ってますね。あ、そうですね。ベジタリアンの方ってチキンとかこの辺もダメなのかね。ダメな方はベジタリアン、本当のベジタリアンの方はやっぱり避けられる方が多いですね。あ、そうなんだ、はい、美味しそうだけどね。いやいや、お肉がね気になっちゃいますね。お肉も本当に美味しいと思うので、そのローストポークもそうですし、チキンもそうですし、うん、やっぱり結構量も多いのでしっかりとお腹にもたまるのかなと思ってます。楽しみだね。 100店舗ね、本当に、はい、頑張りたいですね。どうなの、結構そういうあのこの辺とかもう目星つけたりとか、あるいは情報集めたり、うちもなんか協力しますよ。本当ですか、ありがとうございます。ちょっとこの辺りに出したいんだけども、いい場所ないとか、はいはいはい、やっぱりあのまず初めに主要部に出したいというところがあって、はい、やっぱりじゃあ渋谷だったり新宿だったりとか、うん、まあ、東京だったり銀座だったりとか横浜だったりとか、はい、やっぱりこういうあの大きな都市圏 の主要部にまずは出していきたいなっていうのはありますね、はい、これあれすいません、金融機関なんでつい聞いちゃうんだけど、はい、そうやって出していくとお金いるでしょ。お金いります、はいはい、お金どう。お金の方が結構苦労します、はい、あ、そうそう。あ、じゃあ僕ら出番多いわけ、ね、あ、出番多いです。でも創業の頃から本当にお世話になってるので、 ありがとうございます、はい、お役に立ったら嬉しいんだけど、ありがとうございます、はいはい、でもやっぱり今ベンチャーでこうギュッと早いスピードで展開しようと思うと、どうしても資金需要っていうのが多くなるんですけれども、なかなかそこをこうやっぱり金融機関だったりとか、やっぱりじゃあ融資で借りるっていうのは簡単ではないので、そこのところはまあ苦労したところでもありますね、過去に。はい、うちが役に立ってればいいんだけども、はい、よろしくお願いします、はい、頑張りますよ、もっともっと、はい、ね、100店舗だと僕らももっともっと融資伸びるかな。楽しみですね、頑張ります、はいはい、ありがとうございます。じゃあここで、またコマーシャル入ります。感動のない経営は僕は経営じゃないじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。関心の未来へのチャレンジ。はい、それでは最後にラジオを聞いている方々にお伝えしたいことをぜひお話しいただけたらと思います。まずお店どこにあるかちょっとね、はい、ご紹介ください。そうですね、はい、あの東京都内だと神楽坂、はい、銀座、はい、あとは大崎、はい、田町、はい、北千住、はい、こちらのところに5店舗今あります、はい、で神奈川県だと横浜、はい、あと多摩プラザに全部で7店舗あるという状況ですね、はいはい、ウィズグリーンですね。ウィズグリーンです、はいはい、サラダボール専門店ウィズグリーンで、はい、皆さんぜひね、あの、多分すぐ見つかるよね。そうですね、はい。はい、行きましょうね、はい、サイトとかあるんだっけ、はい、あのホームページがあります、はいはい、これは、ウィズグリーンで引けばポンって出てくるのかな。ポンと出てきます、はいはい、あとね、まあ、先ほどもあったように、まあ、これからもどんどんお店を広げていくっていうことで、ね、あの働きたい方ね、そういった方ももしいらっしゃればどうですか。そうですね、はい、やっぱり今後先ほども言ったように50から100店舗本当にどこの主要部の駅にも、ウィズグリーンというかサラダが気軽に食べれる場所があるといいなというふうに思っているので、はい、展開していきたいとなる中で一緒に働けるパートナーというのはどんどん応募していただけると心強いなというのは思っています。はい、ちゃんとあれでしょ、教えてくれたりとか、あるいはさっきの農業体験じゃないけど、農業体験も行けます、はい、行けます、はいはい、なんか女子良さそうだね。やっぱり女性の応募も多いですけれども、うん、あの私と弟で創業したので、やっぱり男の人でも満足するサラダを作りたいって思いもありますし、一緒に働くパートナーも女性だけではなくて、うん、男性も応募していきたいなっていうのは思っています。そうですか、
今比率はどれくらい、全部含めるとやはり女性が 8,9 割あそうですか、はい、という形ですね、はいはい、おじさんでも大丈夫おじさんでも大丈夫です理事長一緒に働きますか私できるかしらなんか1週間一緒にいたら痩せそうな気がして痩せます痩せます、ね、本当にあの一緒に働く男性スタッフとかやはりこのサラダを低価格で買うことができるので、はい、一緒に働くパートナーはそれでどんどん痩せていっている、はい、一緒の社員とかすごくいますから。あ社長スマートだもんね羨ましいよね。スマートですよね。維持してますね頑張ってでもサラダはすごく自分の体型の維持だったり健康の維持には役立ってるのかなっていうのは思います。はい、皆さんあの、ね、健康に働きたい人、ね、チャンスですよ、はい、ダイエットしたい人もチャンスですよ、はいはい、いや楽しいね私もちょっと3ヶ月ぐらい働いてちょっとぜひぜひダイエットを出向する副業副業ね、世の中の流れ的な副業は、ね、OK になってきましたからね。そうです、いやうち副業 OK なんですよ、はい、そうなんですか、例えば彼女なんかね午後行くとかそういうのあり？ありですありですありありですあり、はい、3ヶ月後見違えるぐらい、もう見違えるぐらい痩せて、はい、そっか、考えようかな毎週副業で僕行ったら痩せるかな月と木曜日は理事長がいると、はい、神楽坂店にそういうような感じでもいいんですか、その勤務の時間。シフト制、アルバイトだったらシフト制だったりするので、はいはい、大丈夫ですね、はい、じゃあまず皆さんね、あのダイエットする方、スマートになりたい方は食べに行く、はい、で もっとスマートになりたい方はもう働いちゃう、働くというわけですね、はい、一緒に、はいはい、で、サイトでウィズグリーンですね、はい、ね調べてもらえれば、はい、あのサイトの方からもリクルートっていうページがあって、うん、あの応募することもできるので、はい、そちらの方を見ていただければなと思います、はいはい、これカタカナ英語、あどちらでもあの英語でもカタカナでもウィズグリーンと入れたら出てきます。はい、わかりました。ぜひ皆さん弾いてくださいね、はい、いや楽しいね、あっという間に時間が経ってしまいました、ね、はいはい、どうもありがとうございます、はいはい、というわけで今月のゲストは株式会社ウィズグリーン代表取締役竹文智弘様でした。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は10月の第1火曜日にまたお会いしましょう。ではまた来月。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目千葉ゼミ所属の方です。スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内での、ビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワーク、スモールサミット。